3000円以下で買えるワイヤレススピーカーがとにかくすごいから見てほしい。はい、皆さんこんにちは、けすけです。今回はトリビットというメーカーさんから X サウンドサーフというスピーカーを送っていただきましたので、こちらの方をレビューしていきたいと思います。僕ね、実はもう1週間ぐらい使っていて、めちゃくちゃいいんですよね。3000円以下で買えるとは思えないぐらいいいワイヤレススピーカーなので、よかったらね、最後まで見ていってください。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでトリビットの X サウンドサーフ、早速開けていきたいと思います。はい、オープン。はい、中身はこんな感じですね。内容物から見ていきたいと思います。購入してくれてありがとう、 Thank you カードと、日本語に対応している説明書、そして USB ケーブル、 USB-A2C のケーブルですね。そして最後に本体ですね。本体開けていきたいと思います。ドン。はい、こんな感じですね。真ん中にですね、トリビットと書かれておりまして、全体のカラーはブルーとなっております。まあブルーの中でもね、結構落ち着いた感じのブルーですね。カラーバリエーションは2色ありまして、ブラックとブルーがあるみたいです。じゃあね、デザインから見ていきたいと思います。まずですね、前方部分はプラスチックでできております。まあここはね、普通のスピーカーっぽいですよね。そして他の部分ですね、他の側面部分はゴムみたいなね感じの素材が使われております。まあなのでね、ちょっと引っかいたりしても全然傷つかないですね。そして上面部分にちょっと見えづらいんですけれども、操作ボタンがあります。まあこれね、ちょっと伝わるかわからないんですけれども、微妙にボコボコしてるので、まあ操作面に関してはね、全然やりやすそうですね。でこの側面にはこんな感じで USB-C ポートと AUX 端子のポートがあります。まあ AUX 端子ね、僕使ったことないんですけれども、これを使えばね、有線でも音を出せるようになるみたいですね。はい、側面はこんな感じと。はい、ということでデザインはこんな感じですね。じゃあ次にスペックについてお話ししていきたいと思います。まずこのね、スピーカー自体は 12W のドライバーが入っておりまして、このねサイズのスピーカーにしてはかなり大きめのドライバーが入っているので、かなりね音に迫力があるかなと思います。スピーカー自体はステレオスピーカーで、給電は先ほども言った通り USB-C 給電となっております。またですね、 IPX7 に対応しておりまして、浸水1メートルのところで30分間耐久できる耐水性を持っています。まあ、なのでね、お風呂場とか洗面台とかだったら余裕で使用することができます。バッテリーの持ちに関しては、1回フル充電で10時間音楽を再生することができます。まあ、10時間あればね、もう十分ですよね。Bluetooth は 5.0 に対応しておりまして、まあ、結構ね遅延は少なめかと思います。重さはメーカー表記のもので 350g ですね。でね、このスピーカーの一つ特殊な面がありまして、それはですね、このスピーカーを2つ買えばステレオスピーカーとしてね、連動させて使うことができます。まあ、1つね購入して気に入ったら、2つ購入してね、ステレオスピーカーとして使うのもありかと思います。まあ、こんだけのね多彩な機能があって、なんと値段が2999円ということで、まあ、かなりねお手頃価格かなと思います。もうこのねスペックだけ聞いても、スピーカー悩んでる人はこれ買った方がいいんじゃないかなと思いますね。じゃあね、今から気になる音質と、僕が普段使っている Google Home Mini と音質比較もしていきたいと思います。はい、じゃあ早速音楽を聴いていきたいと思います。まずですね、操作に関してなんですけれども、操作はね、ここの電源ボタンを押して電源を起動します。まあ、こんな感じのね起動音が毎回鳴るので、まあ、そこはねちょっと注意しておいた方がいいと思います。接続の方法はねかなり簡単で、ここのね Bluetooth モードを1回押せば接続できます。じゃあね、僕が普段使っている Google Home Nest Mini とこちらのね、トリビット X サウンドサーフの音質を比較していきたいと思います。交互にね、流していくので、イヤホンをつけてね、どっちの音がいいかなっていうのを聞いていただければいいかなと思います。When it hurts like this.It's amazing. I wouldn't have it another way.
はい、ということでいかがだったでしょうか。まずね、音質についてお話ししていくんですけれども、トリビット X サウンドサーフの音質に関しては非常にね、いいかなと思います。音の特徴としてはどっちかっていうと重低音にフォーカスを当ててるような感じはしましたね。 Google Home Mini の方は音がね、ちょっと軽かったような感じがするんですけれども、トリビット X サウンドサーフの方に関しては、重低音が強くてね、迫力がある音に感じました。またですね、ステレオスピーカーなので、聞こえ方自体もね、迫力がありましたね。スピーカーのね、ドライバーの大きさが違いますので、こっちの方がね、音質がいいのは当たり前なんですけれども、3000円以下のね、ワイヤレススピーカーとしてはかなり音質はいいかなと思いました。はい、ということで比較してみていかがだったでしょうか。音質ね、正確に伝わってるかどうかはちょっとわからないんですけれども、実際に僕の耳で聞いた感じでは、迫力はね、圧倒的にこっちの方がありました。音質に関してはですね、もうめちゃくちゃ違いがあるというよりかは、若干こっちの方が迫力があるかなぐらいでしたね。 Google Home Mini と圧倒的に差がつくのはやっぱりワイヤレスっていうことですね。 Google Home Mini はね、有線じゃないと聞くことができませんので、無線でね、聞けるっていうのはかなりいいなと思いました。じゃあね、個人的にね、いいと思ったところと、あとここ残念だなと思ったところも言っていきたいと思います。まずですね、いいと思ったところはやっぱりコストパフォーマンスですね。3000円以下でお風呂で使えるワイヤレススピーカーということで、かなりいいなと思いました。 USB-C でね、お風呂で使えて3000円以下でステレオスピーカーでこの迫力っていうのはもう十分かなと思いました。スピーカーってね、値段によってクオリティが分かりやすいんですけれども、一つの目安として5000円以下のワイヤレススピーカーの中ではかなり優秀な方じゃないかなと思いました。接続面でもかなり良くて、洗面台にね、携帯を置いてる状態でお風呂場にこれを持っていってね、スピーカー聞いたりしても全然接続が途切れることはありませんでしたので、接続面に関してもね、普段使いでは問題ないかなと思います。で、一応ですね、これで動画編集もやってみたんですけれども、遅延はね、ちょっとはあったんですけれども、僕ぐらいの編集ならね、できないことはなかったですね。なので FPS とかね、そういうゲームにはちょっと向いてないと思うんですけれども、軽いね、 RPG ぐらいだったらこのスピーカーでもね、使えるんじゃないかなと思います。一つだけね、残念なところを挙げるとすれば、充電のしにくさですね。USB Type-C を使われているのはかなりいいんですけれども、充電するね、溝の部分が防水仕様になっているのでかなり深いんですよね。なので僕が持ってるような L 字の USB-C ケーブルと接続しようとすると、ちょっとね、充電が差しにくいかなと思いました。それ以外はね、もうほとんど言うことがないですね。もう本当に単純にいいスピーカーといった感じでございます。これがね、僕の X サウンドサーフのレビューでございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はトリビットというメーカーから出ております X サウンドサーフというワイヤレススピーカーをレビューしていきました。今回紹介した商品は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで僕はこんな感じでデスク周りに特化したガジェット紹介 DIY を行っておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価、すごくモチベーションのアップにつながりますので、ぜひぜひお願いします。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。以上。